そして中学生になった私たちは出会ってしまった。絶対アイドル蛍さんに。まんまるドーナツ一緒に食べて丸くなる。うんうん、蛍さんみたいに言うとまんまるドーナツの味がさらに丸くなるよね。うん、丸くなる。いやいや、言っても味変わらないし。変わるよね、ハル。うん、変わる。蛍さんが言ってるんだし。いや、あれは CM だし。ほんと、二人とも蛍さん大好きだよね。そりゃあね、ほうまれちゃんも大好きなくせに。まあ、大好きだけど。だよね。あさってだね。いやいや、うん、本物の蛍さんに会えるんだ。二人とも何着ていく？もちろんこれ。じゃーん。これ着たよね。やっぱりこれこれ。アイドルが大好きだった私たちはあっという間に蛍さんの虜になった。こんなにたくさんの人たちが蛍さんに夢中になってる。うん、違う、夢中にさせてるんだ。その歌声で、その眩しさで、その熱で、その視線で、